上。ちなみに妹がですね、興味があるんで、ぜひともよろしくお願いします、今。すごいな、このラブコールは。そうね、好きなものを詰め込んで書いた。はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、エロ漫画先生第7話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。エロ漫画先生ですね。今回も楽しんでやっていこうと思います。相変わらず平日にこのタイトルを読むのはすごい恥ずかしいけれどもやっていきますよっていう感じで。さあ、見ていこう。7話ですよ。前回新たなキャラクターとして村正先生というなんか政宗のライバルキャラとは言わないけれどもなんか政宗がすごいライバルし、本当に目の上の単行部だなっていう風に思ってるキャラが現れて、ただ村正先生も政宗に対してかなりバチバチな感情を抱いている。さあどうなってしまうんだ、バチバチのバトルが始まる、小説バトルが始まってしまうんじゃないかということで、まあ今回いろいろと注目していきたいので注目していこうと思います。注目が被った。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、行きましょう。さあ、先輩と呼べよ。うん、なんでこんなバチバチなの？はい。みこみこ。村松。部数は1000万部？すげえ！ 1000 万以上！1000ついてる！あ、やばい！ちっちゃくなってしまった！ねえ、なんで？実行？コツコツ学習帳。え？なんで？なんでそんなことするの？なんでそんなことするの？え？どういうこと？サギリちゃんに夢を見せたあの小説がそんな？なんでそんな目の敵にしてるの？いや、新人がかわいそう、他の。あの。あの、他の新人作家にも夢があるんですけど、大丈夫ですか？他の新人作家さんの夢が、潰れます。頑張ってくれ。次回、頑張ろう。1000万部超えなんか、そんなの出ていいの？あれ、新人作家限定だよね。まあ、大丈夫でしょう。あれ、新人作家は出られないだっけ？まあでも、村正先生なんて出てきたらとんでもないことになってしまうのは変わりはない。まあ、バチバチバトルですか。どうなるんでしょうね、本当に。読み切りで勝負とは言うものの、もうエルフ先生かわいすぎる。さあ、全部郵送してるのかな？ってか、電子じゃなくてあれで送ってるんだ。書いて。文字数の管理とかだるそうだけどな。っていうか、文字であれしてるってことはわざわざやっぱりこの時代に一から打ち直してるって感じなのかな？まあ、字綺麗だ、綺麗そうだし、まあ、スキャンすればいい感じになるのかな？なんでそんな目の敵にするんだろう。夢を邪魔するって。サギリちゃんは夢を見ているのに、この小説に。ねえ。
そういうことね。けどあんな妨害する、あ、すいません、どん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 、どうしたんだ、うずくまってるけど、え、あら、あ、エロ漫画先生のツイッターがやばいやばいよくチェックしてるな。そうね、束縛強すぎて可愛すぎる。矢印すぎるなこの子。あらー、そうね、ちょっと村正先生が、あら、和菓子、あら、うん、まあ妹が矢印だっていうことに気づいてないもんな。あら、そう思ってるんだよね、さぎりちゃんも。あら、なんてこの子は、なんかさ、なんか手のかかる妹っていう感じでもありつつ、なんか献身的でもあるんだよね。なんかこう、あ、すいません、すごいな、がっつり入ってきたな、すごいな、もう居座っている。あらもう悔しがるところが見たい。それはちょっと策は一切ないね。もう捨て頃ガチンコ勝負。まあそうね、枠全部取られちゃうもんね。あら、お互いにライバルバチバチ。うん、読み切りベースで。ああ、あら、ラブレター、完全にラブレター。開口か。あら、まあそれは割と書きまくるっていうのがいいよね。あエルフ先生の修行、まあ短編ほどむずいからな、長けりゃいくらでも書けれるからな。わお、すごいな。てか付き合ってくれる、いや付き合ってくれる山田エル先生が超可愛いんだけど、みんな政宗に献身的。まあ小編書きまくるのがあれですからね、短いネタを書きまくることが将来的につながる実力に。おお、これで9大点か。そうね。さて、ん？はあ、これ先生？あら、黒いのかわいい。うん。あ、え、コスプレ？あ、はい、そうです。なんで心象を良くしたいんだ、あんだけバチバチに言っといて。なんでそんなバチバチに言っといて。ん？どういうこと？
ねえ、どこ、どうやって住所？わお。え、矢印？あら、専属？お？何？あ、はい。好きです。ああ、潰して私のものにしたいってこと？あら、やばい。政宗の取り合い。さあ、わざと間違えてるでしょ。政宗くん。あら。まあ、抗議の意味で同棲です。だって同じアタイクにいるんだもん。さて、どういうあれなの？どういう感情？うん。全然話さないの？すげえ可愛いな。なんか細かく、なんか出てるな、このちょっと、ここが見えるところとか、やばいな、なんか。あ、すいません。星座で書くんだ。あら、観光止まってたんだ。あら、なんかこの背中が見えるところがちょっと、あはははははすごい。すごい指示。あの、あなたのスカートをめくるかめくらないかの話。ああ、うちの妹がですね、興味があるんで、ぜひともよろしくお願いします、今。忘れてるの？マジ？ガチ？なんか、書きたいもの書いてすげえ売れる系か。面識があったんだ。へえ。趣味か、本当にこれは。本屋のは面白くないんじゃない？あー、で、それで転生のギロか。政宗。あー、政宗のか。うん、そうね、うん、わお、すごいいいこと書いてくれる。あら、うん、はい。うん。あー。満たされてるのに他の人は満たされてる。
自分で書く。わーお、そういうエネルギー。あら、これあれじゃないの？政宗のフレーズ？私のためにん？お？どういうこと？あー、聞きすぎるとちょっと良くないな。あはははは。あー、まあそうね。はっきり言わないと伝わらないね。うん。あー、でもやっぱり刺さる人には刺さってるんだな。あー、うん。ええ、ああ。なるほど。自分を満たす小説が。あー、でも読んでないんだよね。つまらない夢って。え？すごいな、このラブコールは。いやー、これもまた。そうか。ああ、そうね、好きなものを詰め込んで書いた。さあ、村正先生、本当に殺されそうです。さて、さあ、ギリギリで送った。さて、この人、わーお、本気で書いてる？なんかこのもう一人の編集さんの声聞いたことあるような気がする。っていうか、さすがにあれ考えすぎか。さて、
わお。結果か。すごいね。こういう読み切り作品っていうか雑誌みたいなのあるの？わお、すごいな、矢印が。あら、完全に。あ、ラブコメバトルを仕掛けてきてる？あら、あーちょっとまだ時間が足りない、もうちょい一緒にいよ、ちょっと僕も、あーそうね、さて、お、さあ優勝者は、ドゥルル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 あ、あら、おお、9月10日発売、9月10日、あと1ヶ月2ヶ月ちょいですね。はーい、というわけでちょっとすごいな、村正先生ともうちょい時間を一緒にしたかったの僕は。もうなんかでもここまで来ると転生の銀狼読みたくなるな。いやでもうまいな、青山吉野さん、青山吉野さんじゃん。あ、皆さん、青山吉野さんですよ、皆さんの大好きな声優さんがこうやって着実にステップアップしてる。これは2016年の作品でございます。さあ7年後どうなるのか、皆さん、皆さん、7年6年後、いや、やっぱりこういうのはいいよな。これがクラシックリアクションシリーズの醍醐味ですよね。今では、もう、ああ、もうみんなが知っている。そんな人に出会えるわけです。ビビビと、ビビビとビビビです。やってってってん。いいですね。素晴らしい。面白いね。よくできてるな、でもこの作品。何よりも。さて。村正さんからの恋文？あら！うわーお。ラブコメ面白かったね。夢見るさぎりと夏花火。いいですね。夏花火！レッツゴー！はい、というわけで2017年の作品でしたね。まあ2017年の作品がもう今になって見てみると、また変わるというような形ではあるわけなんですけれども、まあ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 、まあそれは本日とはずれているので、またこの話はそのうちっていう感じではあるんですけど、いやいいですね、いいですね、いいですね。この作品はでもキャラクターが魅力的だな。うまいよな、うまいよね。このさ、ファンからのラブコールですよ。
なんかポットでの女の子だったらなんか断るきっかけっていうのはあるよねっていうので、まあやっぱり詐欺り選ぶよなっていうところではある。でこの流れ的にもまあ詐欺りちゃん選ぶのはまあ当然ちゃ当然の流れなんだけど、やっぱり自分に置き換えてみると、まあポットでのね可愛い女の子からそういう風に言われたらまあ行くけど、何しろ強い動機になるのがファンであるってことなんだよね。そのなんか一つ属性を付け加えるだけでこんなにもなんか説得力が生まれるのかっていうか、なんかこう心を揺さぶられるものになるかっていうのがなかなか恐ろしいなというふうに思いました、見てて。いやーすげーなー、本当にこのヒロインの扱い、女の子の描き方がマジでうまいっすね、この作者さん。すげーなっていうふうに思う、マジで素晴らしい、素晴らしいとしか言いようがないね、本当にとんでもねえなっていうところではあるわけなんですけれども、あー、それでもなお妹が勝つというところだし、妹が勇気を出して渡さないというところを見せつける、うん、いやいいですね村松さん、倍書いたと。もう多分もう何なんだろう、もう勝てないっていうのもなんとなく分かったんだろうな、この先多分もうなんか規定枚数違反っていうのももう分かって書いたんだろうなっていうふうに思う。なんかこの二人の夢を邪魔しちゃいけないなっていうのを察したんだろうな、あのやっぱりさぎりちゃんと政宗のこのねえ何やりとりじゃないけど、あの二人の勢いを見たら、ああそうなのかっていうのを察したんだと思うんだよね。それでいて多分読んでみてさらに確信を持ったんだと思うんだよ、うん、だからこそっていうところではある。でもなんか得意ジャンルでもなく、なんとなくまあやる気マックスファイアで好きなものをバーって書いたあの村正先生の作品でも1位を取るっていうのは村正先生はなかなか恐ろしいですね。あー、まあでも自分のために書くっていうのもそういうのも多分一つのやる気なんだろうなっていうふうに思う。妹のために書くか自分のために書くかの違いだからねっていうところではあるけど、いやーすごいな。でも村正先生この1話で超魅力的に映ったな、すごいね、よくできてるなぁ。本当に。このさ、たった1話でさ、村正先生すごい好きになったしね。いや、なかなかになかなかっていうか、なかなか恐ろしいですね、この作品はね。びっくりしちゃうな、本当に。なんか出てくるキャラ、出てくるキャラ魅力的なんだよな。なかなか恐ろしいなっていう雰囲気はありますよね。いやー、それでもなお頂点に君臨するさぎりちゃんの強さっていうのもやばいよな。やっぱりバカにしたんだから分からせてやろうぜっていうさ、なんかこのいいよな、なんか献身的なのがいいよね。なんかこう世話のかかる妹だな、可愛いなっていう感じだけじゃないんじゃん。なんかしっかり妹からもこう来てくれるからこそ、なんかお互い背中を預けられる関係性になってるっていうのがめちゃめちゃいいし、なんか友情もあり努力もありで意外とスポコンしてるのがいいよな。いやよくできてるな。でも、もうでもここまで来ると本当に転生の銀狼読みたくなるよな。なんか刺さる人には刺さるけど、まあ連載が終わってしまった作品みたいなものは多分世の中にいっぱいあるんだろうけど、まあその中の一つだったんだろうなっていう感じがしますね。うん、最初はバカにしてたけど、やっぱりね、政宗の小説を読んだらやっぱり面白かったってなった。なんかやっぱりこれは本好きというかラノベ好きが書いてるっていうような感じがするのもまたいいし、いやーなんか愛がすごい感じられる作品ですよね、この作品は。いろんな方向に対する愛、多分作者さんはラノベも大好きだし妹っていうキャラクターも大好きなんだろうね。あー、それをやる気マックスファイアで書いてるから素晴らしいし、あー、いいなっていう風に思います。さあさあさあ、まあ完全にでも本当に山田エルフが同性に近いような距離感で本当に泉家に入り浸っているわけなんですけど、大丈夫そうですかね。一緒にいればいるほどさぎりちゃんにかなわないという現実にかなり苦しいことになりそうなんですけれども、エルフ先生早く告白してやられておいた方がいいんじゃないか。もう僕もやっぱりなんかエルフ先生のことを考えると、早くこの気持ちを一旦出しちゃった方がいいよ、やばいよやばいよ、どんどん膨らんでいるよっていうところがあるからすごいやきもきするんですけれども、さあ次回まあ刊行が決まったこのエロ漫画先生ないし俺の妹が世界一可愛いだっけ、まあでもとりあえずね刊行が決まったので、次回そこに向けてどういう風にやり取りが続いていくのか、いろいろと注目していきたいと思います。大きなイベントっていうのはもうなんかほぼなさそうなんですけど、どうなんですかね、こっから先まだイベントが起きていくの、どうなんですかね、不思議でしょうがない。はい、というわけで次回も楽しんでやっていきましょう。以上エロ漫画先生第7話でした。バイバイ。